んだいいかな。今日はなんか焼き鳥食べたくなったけん焼き鳥買ってきた。あ、これベタベタになるやつだ。これ温めた。めちゃめちゃ無駄だ。うん、うん、ホットドッグとパスタ食べてさらに焼き鳥ですか？コメント見てじわった。はい、そうです。ね、
なんで知ってるの？なんで知ってるの？え？あれか、奥さんもストーリーかな。見えちゃったのか。別にいいけどね。配信？配信か。今配信してる。確かに。ちょっと今日は大食いだったかも。映画見に行ったんですよ。変な家っていう映画を。めっちゃ怖くて。でもめっちゃ人がいて。なんだろう。予約したんしようと思ったら、もう1列目と2列目しか空いてなくて。びっくりした。えって、1列目と2列目しか空いてない。幻想。しぶしぶ2列目にして、で予約していって、で座ったらもう1列目も埋まってて、2列目のみっちり、もう一席空けてとかじゃなくて、全員座ってるんで。多分学生さんがたくさんいて、春休みだったのかなって。春休み節、学生さんがいっぱいいた。ねえ、めっちゃ怖かった。怖かったよー。
が痛い気がする。肩が痛いな。肩痛い。なんでこれ、なんでこんな、嘘でしょ。ボサボサかもしれん。今日は今日のとこを忘れよう。2列目やったけんか。怖かった。ほぼ3割ぐらい見てない。3割ぐらい見てない。手の隙間から見た。音で分かれへん。来るなって明日の春コーデ。ワンピース。悲鳴聞こえた。東京ってもしかして気圧低気圧かな。新幹線かな。明日雨降るから、そういうことか。ちょっと低気圧感じる。やっぱり東京に来てからなんか気圧。よいしょ、よいしょ。マック張りか。
よし。今日最初うつ巻きにしてたんですけど、うち巻きなんか違うなと思って外羽にした。だからめっちゃバラバラ。こっちはもう完全にこっち見て。曲がった。よっ、よっでしたそんな簡単にできるの？すごくない？この髪の長さむずいな。難しい。明日めっちゃ迷う。外羽にしようかな。何にしようかな。なんか昨日久しぶりに眠れない日だったんですよね。最近よく眠れてたんですよ。なんかそんなに、なんだろうな、特にそんな、久しぶりに思い出した。そうなんよ。めっちゃ調子良かったんだけどね。ネームボード？ねえ、まあ今日は寝れるかな。映画のことは忘れます、一旦。
ね、そう超値段大変やね。へえ。I watch anime every evening. Water. Watch. Yes, I watch TV. Watch TV. I sing every morning. Yes, I watch TV. And you? I watch TV. And you? You. Water. 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 I watch TV. テレビを見ます。Van. あ? Van. Bear.Everyday, I love anime. はい、毎晩アニメを見ます。Yes, I watch anime every evening. I drink tea every evening.テレビを見ます。はい。毎朝歌います。I sing, I sing every morning. Yay! 全問正解だぜ。いいね、スラスラ溶けるよ、スラスラ溶ける。わかりました。透明にしてきて、
今日も湯船に浸かろう。ほんと毎日毎日使ってる。これは成長してますね。成長の証。冬やし続けとるかもしれん。夏やったら分からん。夏も夏でいいけどね。でもなんか暑いね。今冬やけんな。確かにサウナみたいになっちゃう。でもサウナもいいっていいよね。健康に良い。整ったことないな。7周年ツアー、そう、追加公演決まって。お待ちしてます。4月28日からか。今後半のツアーの申し込みが始まった。3月19日。確かに公園もある。確かに4月、そうツアーの時はだから結構
なんかすごい日にちがいっぱいあった、連続とかあった。うん、ツアー全部出演させてもらいます。うん、確かに。リールの毎日投稿してるんですけど、どうですかね。毎日じゃなくてもいいかなって感じ。なるほどなるほど。なんか通信悪いかも。大丈夫か。一回止まった気がする。ね。ちょっと通信が悪いかも。あれか、祝日か。そうだそうだそうだわ。そういうことか。そういうことね。うん、うん、そう明日ね。でもなんかいろんな、なんだろう、なんかイベントがあるって。この場を借りて言いたいことがあるんだ。イベント。
巨大掲示板が出現。5時から、夕方5時から。私は出演しないんですけど。言いたいことがあるんだよ。この場を借りて言いたいことか。すぐに思いつかんな。何でしょうか。今東京にいるんだ。なんか毎回来た感じない。この前原宿行った時はね、実感したけどね。スカウトされなかったな。原宿歩いたのに。東京？プライベートでは全然出歩かない。いや、待ってないけど。スカウト待ってないけども。
の商店街、韓国に似てた。原宿もの、あれは竹下通りか。竹下通りも韓国ファッションいっぱいあって、わーって似てるって思った。新ニューヨークはどこ？そうクレープと1号目。あ、韓国、あ、そうなんだ、へえ。コリアタウンっていうの、へえ。すごいな、おしゃれなカフェがいっぱいありそう。すごっ。また原宿行きたいな。三月中。あれ、もう明日20か、あと10日ぐらいや。写真展もあと10日ですね。そう、今月末までですね。しかも末が時間がちょっと早めに終わるみたいな。書いてあった、そこだけ気をつけて。
販売ね、嬉しい。明日はコンディションがうまくいけばいいな。でも雨か。雨の日はちょっとな。あ、雪か。雪？雪かもしれない。あ、ヒートテック持ってくるの忘れた。大丈夫か。ふん。大丈夫かな。大丈夫、基本的に大丈夫。あるか。どうしようもなく寒かったら幕張で買いますね。ヒートテック。朝ごはん買ってない。そういえば。忘れてた。朝ごはんの存在を。でもね、ケータリングがいつもね、用意してくれてるんですよ。大丈夫か。なかったら1時間目ちょっと元気ないかもしれない。そんなことあってはならんね。そんなことあってはならんことを。いや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 、元気ですよ。大丈夫です。さや元気ないなって。ツーショットなのに。最近私滑舌悪いんだよね。私滑
舌悪いからちょっと聞き取れなかったらごめんね。なんか最近喋りにくいんだよね。なんかあんまり言葉発せれん。うまく。時々来るこの難しいうまくいかん時期。でもなんか英語の発音とか練習しとったら滑舌も良くなるかも。聞いたことある。そういう特訓。こういう髪型のアニメのキャラクターおるよね。こういう強い。予想。他には。意外とこういう意外とアニメやったらこういうツインテール、アニメっぽくこういうツインテール、横の髪めっちゃ多いみたいな。え、こういうのない？ここめっちゃ多い。よくいろんなものを落とすキャラクター、こんな顔してる。
元気系結構ポジティブな子似てる、ポニーテール、君が走る、後髪むずいな。まだあんまりできない。雰囲気変わる。めっちゃボサボサ。なんかめっちゃクールに見えん。私そういうの興味ないんで。いそう、人とはつるまないわって。横髪なし。もうここなくしたらさ、めっちゃさ、どう？横髪なし最近全然してないけど、めっちゃ幼くならん？キャプテン、部活のキャプテン。今とりあえずボールを今ちょっとドリブルしてみた。ドリブルしてみたけど、猫が見ないとでも落ち着かんな。気圧でうまくいかないしね。もうちょっとね、髪の毛の量を減らしたいんだよね。そう、なんか最近眉毛がめっちゃ成長してきてるんですよ。私こんなに眉毛あったかなと思って、ちょっと眉毛だんだん成長してきたんだけど、いつもメイクさんにさ切ってもらってるの。時々さ、あ、眉毛ちょっと整えるねって言われて、あ、はーいって言って任せてるんだけど、自分で全然しないからさ。こんなに私眉毛あったかなって。多分久々に、いつも切ってくるメイクさんが東京にいて、その東京のメイクさんに会ったらちょっと言われそう。
どうしようかな、眉毛って薄い方がいいかな。でももともとね、もともと薄いんよ、めちゃくちゃ。もともと全然眉毛なくて、それがだんだんとって感じ。めっちゃ薄い私。困り眉が好きなの。私あんまり好きじゃないよ自分も。だけど勝手にさこれをさ移動させんの。ちょっとそう眉毛がちょっと下に下がってるからこれを上にね毛並みを揃えて。上に毛並みを揃えて移動させて。眉毛移動、そうそう、でも結構ほらこうしたらさ移動的移動されるほら。あ、違う移動させてる。こうやってしたらね上に上にって上にやった。でも時間経ったと思うんだろ。毛並みを揃えさせてこうやって一旦こうやってまとめてこうやってちょっと細くするでしょ。でそれをだんだん上の方に上の方に。ほらでもこの眉毛と目のここが短い方がさ多分さなんかすごいまとまりよくなるんですよね顔の。ここはね下げたいんだけどそしたら下がる前になるのか。ごめんね、ごめんね、こんなに全然参考にならないアイドル。ラボーレ払いで写真できました。めっちゃ可愛い、ありがとう、言ってくれてやった。こんな参考にならないアイドル。だってこんなになかったもんな、多分ちょっと覚えてないけど。ちょっと覚えてないけど、ちょっともともとどんな感じか。でも自分でちょっと違和感を感じているってことはそういうことよね。こんなにあったかなって。そういうことよね。そうそうそう、バランスがあるの。でも私よくメンバーが言っとる、なんか、なんちゃら顔面とか、そういうのはよくわからん。なんちゃら顔面がなんかいいとかなんちゃらなんだっけ。なんか言える。なんか顔のなんだろう、真ん中なんだろうね、なんかこう比率があるらしい。それをメイクでどうにかできるらしい。でもそれを黄金比率がこうあるらしくて、それをそうメイクでなんかうん
私調べたんやけど全然分からんかったよ。メイクさんに聞いてみよう。何顔面だと思いますかって。ちょっと答えにくいかもしれんね。あれ？もうこんな時間？なんかね、前髪が伸びた気がする。切ろうかな。でもちょっと長い方がいい感じになる時もあるんだよね。よもっと。タッチさん、ハムちゃん、お、明日。コッペさん、マサタロウさん、マイセンタン、ビーツさん、フジポンさん、阿部ヒロシさん、ヒロトさん、トキワさん、ミツルンさん、ラクラクさん、キチヌさん。2学期は、学級委員さん、セイヨンさん、台湾のコウさん、マナベーさん、ロックオンさん、イナッチさん、ケイさん、クチさん、チャーシューこれ、オーサムさん、ふたてさま、ジンタさん、タンタンさん、ミッチーさん、メガバイトちゃん、サトケンさん、リュウキさん、リンリンさん、ボテさん、ヤマトタケルさん、ケリーさん、50アップくん、ありがとう。いつもありがとうございます。私はね、鉄分のねジュースをね飲んでね寝ます。1日分の鉄分だって。美味しいかな。でもピーチミックスとかよく振ったの。ね、新しい。よいしょ。うん、桃だ。すごい、飲みやすい。めっちゃ飲みやすい。これ1日分入ってんの、すごい。手軽すぎる。飲みましょう。これを美味しくて栄養取れるってすごいな。やばい、思い出した、映画のこと思い出しちゃった。とりあえずすぐお風呂入るわ。すぐお風呂入って湯船に浸かる。決め顔。決め顔。
ットアップ。びっくりした。めっちゃ近い。キャーキャー、助かった助かった。おやすみ。バイバーイ。